おはようございます。あきろさん、おはようございます。あ、受注ページ拝見いたしました。はい、本日から、パーカー受注スタートしております。間に合わせました。私の心は決まった。あとは息子を誘導するの。皆さん、今日も楽しんでください。アーカイブ楽しみにしております。ありがとうございます。よろしくお願いします。期間はですね、来週の月曜日ぐらいまで、週末でね、皆さん選択していただいて、選んでいただいて、22日、まあ、大体5日か6日間ぐらいあればどうでしょうか。決めていただけるんじゃないかなと思いますんで、6日間、はい、で受注をいただきまして、発注をかけて、大体2週間ぐらいで多分出来上がってくると思うので、僕がね、出来上がってきたものを皆さんにまた発送させていただくっていう作業を含めて、大体3週間ぐらい見ていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。で、今日メンバー外の方もご視聴いただけるライブになってますんで、メンバー外の方もですね、ぜひよろしくお願いします。そして10周年記念っていうね、はい、そんなこと言ってたっけっていう、今年ね10周年なんですね。気づいてみたら、そのためにね、10周記念としてスタートしたわけではないんですけど、この T シャツパーカー企画もね、もうどうせだったら、はい、10周記念で作ってシェアしようということで、はい、これが一番最初に僕がプライドボディをねスタートした時のシンス2014ということで、今年2024ですからね、10年前ですね、はい、このロゴからスタートしまして、なので今回あえてね、このロゴが入ってるっていう、はい、10周年にふさわしいデザインになってますんでね、背面プリント、後ろのね、このバックプリントはスウェーデン出身の、グラフィックデザイナーのね、レターボーイさんのデザインで、バックは入ってます。で、フロントはね、今回、プライドボディ10周年記念、プライドボディの一番最初のロゴをね、モチーフにして作っております。はい、ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。ユノさん、おはようございます。はい、受注ページ見たらさらに悩みモードですよね。はい、あんな受注ページ見たことないよね。どんだけ商品点数があるんだっていう、皆さんの皆さんと一緒にね作ってきたので、はい、カラーのこの色味がいいんじゃないか、あの色味がいいんじゃないか、フードありがいいかなしがいいかとかね、チャックありがいいかなしがいいか、はい、僕も頻繁に、ね、アパレルやってるわけでは全然なくて、イベント的に、はい、こういうの作りたいなと思った時にね、単発で作ってますんで、もう全部盛り込んで、今回ね皆さんと一緒に作りましたんで、はい、商品点数非常に多いです。だからちょっと悩みますけどね。いつも会うお友達にもプレゼントしたいから悩みで激しそう。鈴木さん、可能であれば裏地を拝見したいのですが。はいはいはい、裏地、これ見えるかな。またちょっと写真とかの方が分かりますかね。写真でじゃあシェアさせていただきますね。こっちの方が分かりやすいですよね、きっとね。こっちのパーカーだったら分かるかな。パイルですね、裏起毛ではございません。ただ生地はね、かなり厚い温数を使ってますんで、外はねかなりしっかりしてますが、中はこういう感じ、わかるかな、これわかるね、はい、パイルです。なので春先ぐらいまでね、着れる、パーカー、そして、クルーネックのフードついてないスウェット、はい、あとジップあるかないか、それもね選択できますんで、
はい、ユナさん10周年おめでとうございます。ありがとうございます、はい、実は10周年っていう、ね、僕も初めてこの長袖 T シャツは作ったことあるんですけどね、長袖、このスウェットとかは作ったことがなかったので、はい、10周年記念限定ということで、まあママさんおはようございます。はい、すごい10周年なのですね、はい、おめでとうございます、はい、気づけば10周年。はい、ユナさん、はい、ありがとうございます。わかりましたかね、裏地。はい、あんな感じです。パイル地です。サキさん、おはようございます。10周年おめでとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。受注ページ確認し、はい、さらに悩みます。はい、楽しい悩みです。ありがとうございます。はい、まあ、なんとなくね、もう皆さん、これがいいかなっていうのは決まってたと思うのでね。はい、あとはその、やっぱり、商品ページにね、そのものがしっかりとないと、検討できないかなということで、ちょっと商品ページ作り込ませていただきましたけど、唯一僕これ黒ですよね、パーカー、アッシュっていう色の、これミックスグレーですね、これはグレー、ノーマルグレーなんですけど、アッシュのパーカーだけ僕が持ってないんですね。はい、まあ作ってないというかね。なのでそこだけちょっと商品のイメージがないんですね。文字だけただ選べますので、このグレーよりもさらに少しホワイトに近いというかね、薄いグレーというかね、アッシュのパーカーもご用意ありますので、それがいい方は選べますんで、黒プリンとか白プリンとかでね、後ろ、はい、でメンバーさん限定でね、そのウエイトにくっつけるワッペンがつきますよということで、はい、これはそのワッペンなので、これはついてませんのでね、はい、ベースついてません、はい、刺繍ワッペンが一つメンバーさん限定でつきますんで、ウエイトにつけていただいて楽しんだり、またはパーカーでねちょっとカスタムを入れてみたり、これちょっとあっちこっちついちゃってますけどどっちか一つで、はい、袖口につけてもいいし、はい、肩にね入れても、はい、いいんじゃないでしょうかということで、けいこさんおはようございます。10周年おめでとうございます。選択肢も全部載せていただきありがとうございますイメージしやすいです。そう言っていただけてありがとうございます。嬉しいです、はい、だから大変だったのよ、受注ページ準備するのがね。これまで T シャツとかしかシェアして販売してきてないので、作った時にもね、はい、T シャツ白か黒かだけのシェアでよかったんですけど今回すごい非常に形もね、いろいろとありまして、まあ、フードがね好きな方、フードがなくてね、クルーネックだけのがいい方いらっしゃいますんでね。ただデザインは同じなので、形は皆さん好きなのを選んでいただければと思います。はい、タロママさんおはようございます。ユノさん、はい、クローゼット見ながら、今もお話聞きながら脳内パーカーどうしようかなっていうねはい、アキラさん10周年か、初期の動画時々やります。はい、アキラさんね、昔の動画ね、まだたまに見返してやっていただいている時があるっていうね。今朝はカエル倒立の動画やってきました、はい、笑顔なしバージョンの鈴木さん、あ、そうですね、はい、10年前ってね、別人ですよねきっとね。朝サクサクとトレーニングしたい時は昔の動画が便利、確かに、はい、何もね、フリートークなしでね。ただまあ10周年と言ってもね、1月ぴったりではないんですけどねただ今年パーカー作ることはもう絶対ないので、もうこれが10周年でいいだろうって、プライドボディスタートしたのは7月なので、はい、今年の7月で10周年、まあ、ぴったり10周年ってことになりますけどね、はい、まあ、7月にね、スウェットとかパーカーシェアすることはないのでね、これを10周年企画のね、10周年イベントのグッズにしたいと思います。
はい、では10分になりましたのでトレーニングスタートしていきます。今日は10分トレーニングですね。よろしくお願いします。はい、鈴木先生が着ている黒、これですね。余計なダボさがなくてジッパーもいいですよね。そうですね、あのオーバーサイズあのスウェットパーカーではないので、あのただあの物としてはねスタンダードな形なんですけど、比較的ちょっとゆったりというかねできてるかなと思いますね。なので女性であれば、まあ、M とか、うん、ちょっとかなりゆったり着たければ L とかねだと、はい、オーバーサイズではないんですけど結構大きめにゆったり着れるんじゃないかなと思います。かといってねオーバーサイズあのスウェットみたいな感じで肩が落ちすぎてることもないですしね、はい、非常にあの着やすいです。はい、宮子さんおはようございます。あ、鈴木先生髪型もねそうですね、ロン毛でしたね。ロン毛ってことでもないけどね、そうですね、だいぶ違いましたよね。さあでは行きましょう。よろしくお願いします。今日はねあのウエイトも使いません。あのメンバーさん以外の方もねご参加いただける、日なので何もなく、はい、体一つで行える10分トレーニングを皆さんと一緒にこれから行っていきます。では行きましょう。今日はあの今日からね6日間ぐらいは受注期間ということで、はい、あの下も T シャツ着てるからね。しのさんおはようございます。よろしくお願いします。はい、で今日着てる僕の、T シャツはですね、販売ページの方に載ってる僕の写真は基本全部 XL なんですけど、まあ、それは私服で着るときですね、結構ゆったりした感じでリラックスして着れる XL を着てるんですけど、今僕がこれ着てるのが L ですね。ちょっとトレーニングということでタイトなウェアも着てるので、あんまりこう丈が長すぎるとおかしいのでね、少しシュッと着れるようにこれ L 着てます。はい、身長175センチです。まあなので女性の方はねちょっとゆったり着たければ M、 またはかなりダボっと着たければ私服でねダボっと着たければ L、 はい、選んでいただいてもいいかなと思います。サイズチャート表も載せてますんでね、販売受注ページの方に参考にしていただければと思います。はい、では、前半足の種目下半身からスタートしていきます。はい、腰幅で、膝アップアップで下に右足からですねダウンダウンアップアップでスクワットを一回入れていきます。で足を入れ替えて今度左膝からダウンダウンアップアップ帰ってきてスクワットです。アップアップで帰ってくる際にスクワットスタンスにちょっと気持ち広げてスクワットを入れていきます。はい、スクワットがね10回になるところまでいきますね。はい、腰幅から、はい、右膝からいきましょう。ダウン後ろ1234スクワット、はい、今度左膝から、はい、これは腰幅に2234ダウン、はい、右膝3234スクワット1回、左膝4234ダウン、はい、右5234ダウン、左6234ダウン、右7234ダウン、8左ダウンダウンアップアップ、はい、スクワット、右9234ダウン、はい、ラスト左ダウンダウンアップアップ、はい、スクワット、 OK、 はい、一回腰幅ふくらはぎいきますね。かかとのアップダウンです。親指内側母子球の方に少し意識を置きます。外側に足が開かないように気をつけましょう。10回アップどうぞ。1234567891上で止まります。キープ、はい、バランス10秒。1234567891 OK、はい、かかとダウン、はい、
もう1セット前半のねダウンダウンアップアップスクワット2セット目いきます。もう1セットだけ、はい、右膝からダウン後ろ1、2、3、4スクワットダウン、はい、左2、2、3、4ダウン、右3、2、3、4ダウン、はい、4、2、3、4ダウン、右、はい、5、2、3、4ダウン、はい、左6、2、3、4ダウン、右7、2、3、4ダウン、左8、2、3、4ダウン、右9、2、3、4ダウン、ラスト左10、2、3、4ダウン、 OK、 はい、腰幅2セット目かかとアップいきます。はい、アップ、1、2、10回3、4、5、6、7、8、9ウエストストップキープ、はい、10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ダウン、 OK、 軽かし振りましょう。はい、ここから少しキープでラスト刺激を入れていきます。足幅広く取っていただいて、右足つま先右方向完全に、はい、左足はこちら正面向きます。つま先の方向がちょっと違います。右足は右、左足はこちら正面です。はい、右の膝をぐっと曲げていって、膝の下に、はい、かかとが来るぐらいですね。少し膝が出すぎてしまう方は足の幅狭いです。ちょっとだけ広げましょう。はい、セットができたら重心少し下げて、戦士のポーズですね、ヨガのポーズになります。はい、上半身立てて両手肩のラインで広げます。膝伸びきらないように深く落として、はい、10秒キープ入れます。10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、右手床、左手足の延長線上に、はい、伸ばしていきます。はい、床つかない方は膝の上でもいいです。はい、もう10秒キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、そしたら、はい、両手床で膝を下ろしましょう。はい、このままストレッチいきます。重心深くお尻落としてください。前に、はい、呼吸入れましょう。息を吸って、はい、吐く。後ろ足、足の付け根ですね、前の足はお尻からももの後ろにかけて、余裕がある方はもう一段ですね、右肘床、はい、これでも余裕があれば両肘床、はい、いける方はね、行きましょう。肘まで、きつい方は両手で大丈夫です。気持ちよく伸ばせるところで、はい、OK、 ではゆっくり体を起こします。はい、では反対側いきますね。つま先、左足がこの左方向、右足がこちら正面です。左の膝曲げていきますね。膝の下にかかと、両手広げて、はい、重心落とします。はい、まず10秒キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、左手床です。右手足の延長線上、はい、伸ばしていきます。はい、キープ、10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK、 両手床、はい、膝を下ろして、はい、ストレッチ入れましょう。はい、リラックス、呼吸入れます。で、はい、吐く。
はい、余裕があれば肘、はい、いければね少し深くディープに行きます。はい、呼吸入れましょう。吸って、はい、吐きます。はい、 OK です。ゆっくり戻りましょう。はい、では座った姿勢で大丈夫です。上半身に入っていきます。腕立て伏せですね。両膝ついた状態で、はい、手の幅は肩幅よりも少し広めです。はい、今日の腕立て伏せはですね、シーソーの腕立て伏せやります。シーソーですね。まず右足から後ろに伸ばします。ダウンした分だけ足が上がってきてね、この足の重さを少し前にかけていきます。はい、まず10回のダウン行いましたら、手の幅をその後肩幅に戻して、体格の左手をアップでキープを入れていきます。はい、ここまでいきますね。ではセットいきます。手の幅ちょっと広め、はい、腕立て伏せのねポジションですね。右足後ろ伸ばして、はい、曲がる範囲で大丈夫です。いきましょう。10回ダウンした分だけ足が上がっていきます。シーソーのようね、シーソーイメージして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10。はい、戻ったら手の幅だけ、はい、肩の真下に戻します。はい、右足浮かしたまま体格の左手アップ、はい、キープ10秒です。余裕がある方は軸足の左足つま先アップで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK、 ダウン。はい、お尻一度後ろストレッチ。はい、休憩、息を吐いて、最後のね、あの軸足のつま先が床から離れるオプションはできる方だけでいいです。つま先床についてた方がね安定するという方はね、それで大丈夫。はい、では後半いきます。前戻って、はい、では手の幅、腕立て伏せのフォームですね。肩幅よりもちょっと広めです。はい、左足今度アップ、はい、10回。さっきよりも動きちっちゃくなっても大丈夫です。いきましょう。1、2、3、4、5、あと半分、6、7、8、9、ラスト10。 OK、 はい、手肩の真下に、はい、少し狭めて戻します。はい、左足アップのまま体格の右手アップ、はい、キープでいきますね。つま先余裕があればアップ、10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 はい、 OK、 ダウン。はい、お尻後ろ、はい、ストレッチ。はい、吐いて、息を吐く。はい、 OK、 体起こします。ラスト、腹筋やっておしまいです。はい、座った姿勢です。はい、両手お尻の少し後ろで体を支えます。はい、足を浮かしてですね、この両足で大きな丸、円をね描いていきます。まず右回しで10回動かしていきます。はい、では足を浮かしてですね、すいません、はい、足を浮かして大きく円を描いていく。はい、引きつける動作もしっかり入れてくださいね。足だけじゃなくて上半身の迎えに行く動作もしっかりと入れて、右回しで10回いきます。はい、いきましょう。1、2、3、引きつけるとき息吐いて、ふっ、5、6、
7 8 9、もう一つ10。 OK、 タイダウン。はい、そしたら両手お尻の後ろのままつま、指先は外向きでね、お尻の大きなアップブリッジを入れていきます。腹筋の反対、ももの後ろからお尻、腰、背中にかけて刺激を入れていきます。10回アップいきましょう。どうぞ。1 2、はい、上がる範囲でいいです。3 4 5 6 7 8 9、ラスト10。ふう、 OK です。はい、ラストですね。最後もう一回腹筋に戻って、右回しじゃなくて今度は左回しを10回、2セット目ラストいきます。はい、両手後ろ、体を支えて足アップ。はい、左回し10回いきましょう。1ふっ3、上半身も迎えに行く。4 5 6 7 8 9、ラスト10。はい、 OK だ。はい、最後2セット目のももの後ろ、背面ですね、お尻やっておしまいです。頑張りましょう。ラストです。体の後ろセット、指先は外向き。はい、いきます。10回アップ。1 2 3 4 5、あと半分、上がる範囲で6 7 8 9、ラスト上で止まります。はい、キープ。ラスト10秒。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、だ。ふう、 OK、 お疲れ様でした。お尻少し引いて寝ましょう。はい、呼吸整えて、はい、今ももの後ろからお尻使ったので、今日最後お尻のストレッチ入れておしまいです。右足左足にかけます。上、両手で左足、はい、すねをキャッチです。ももの後ろでもいいです、どっちでも OK。 はい、引きつけて、ゆっくり大きく呼吸入れてください。はい、 OK です。左右入れ替えましょう。反対、左足上、両手で、はい、右足すねキャッチ。上にかかっている方ですね、左足のお尻の伸びを感じてください。はい、呼吸入れて、はい、 OK、 ほどきましょう。はい、両膝立てた状態で最後呼吸入れておしまいです。はい、リラックス。深呼吸大きく2つほど入れておしまいにしましょう。鼻から吸ってくださいね、大きく体を膨らますように。はい、で1回目吸って吸って、はい、吐く。
ラストもう一回いきましょう。はい、吸って。はい、吐きましょう。はい、OK です。お疲れ様でした。体を起こします。はい、お水休憩取りましょう。あと皆さん気になるところね、少しストレッチ加えてください。はい、お疲れ様でした。なんか声が皆さんすいません、怪しくて聞き取りにくかったかもしれない。体はね、今ちょうど水温まったんで、これが冷えないようにね、してくださいね。はい、皆さん、帰ってくるかな。なんか咳がね、はい、ちょっと出てるんですよね。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ウェイトトレーニングが好きですけど、いつもと違う刺激も大事。そうですね、10分トレーニングね、やっぱり週に1回ちゃんと入ると、ウェイトじゃないね、こう体幹系の動きとかね、そういうの入れられていいですよね。このプライドボディ、まあ、ワールドっていうテーマでね、今1週間4回ですね、やってますんでね、まあ、ザ・ワールド・オブ・プライド・ボディ、プライド・ボディの世界っていうね、週 BPM トレーニングから週始まってですね、 BPM トレーニングではウエイトかけられる方はね、しっかりとウエイトを使っていくと。そして、水曜日に10分トレーニングで、トータルトレーニングですね、下半身やって、上半身やって、そして腹筋も、まあ、今日はね、背面まで全部刺激を入れていくと。で、アルティメットチャレンジ金曜日、そして、アルティメットチャレンジはね、ちょっと自分の限界への挑戦ということで、インターバルトレーニングですね、少し心拍数、心肺機能も高めるようなトレーニングを行うと。そして土曜日にストレッチ、まあ、全身ストレッチの時もあれば、あのここのね、メンバーシップで生まれたバーストレッチですね、はい、バーストレッチ、鈴木バーを使ってのストレッチ、ワールドでやってますんでね。はい、アキラさん、あ、お疲れ様でした。アキラさんお疲れ様でした。職場からでしょうか。冷えないようにどうやってパーカー着るんかと思った。はい。なんか暑くて、今日寒いかな、どうですかね。なんか今日暑くてですね、 このウェアがあれかな、はい、綿100で保温性があるのかな、はい、まあ、あの T シャツもね、 T シャツもシェアしたいということで、今すごい暑いです。寒かったら着るんですけどね。はい、アリノさん、体幹系軸足でふらつかなくなった、素晴らしい、はい、素晴らしい進化です。はい、ママさんもお疲れ様でした。10分トレーニングいいですね。基本しっかりって感じが好きです。はい、10分トレーニング好きの方もね、多いんですよね。はい、恵子さんお疲れ様でした。少し汗かいていい運動したっていう気持ちです。はい、あ、よかったです。はい、乾燥して空気も冷たいので喉の不調起きますよね。お大事にしてください。はい、すいません、なんかね、こんな声が申し訳ない。はい、宮子さんお疲れ様でした。じんわりね、じんわりかけました。いい汗かけました。綿100、そうです、ゆのさん全部綿100です今回。あの T シャツも、パーカーも
クルーネックのねスウェットも全部綿100でございます。はい、トラマメさんお疲れ様でした。はい。加湿器の、あの代わりにね濡れタオルをどこかにかけておくとちょっと湿度が保たれる。確かにそういうのちょっと大事ですね。風邪ひきそうっていう時にはちょっとビタミン C のね、過剰摂取でちょっと大量摂取で乗り切ってますんで僕も。でもねたまに怪しくなる時あるんですけど、やっぱライブでねやってるんでね、今日調子悪いからお休みってないので基本的にはね、その中でも一回も穴開けてないでここまで来てますからね。すいません今日体調不良でお休みしますって今まで一度も今のところないっていうね、はい、ちょっと怪しいながらもとりあえずここに出てきてね、はい、やや怪しいですって言いながらもやるっていうこの習慣ですね、はい。まあ、でもこの習慣があるから僕も体調が崩れないのかもしれないですね、はい、穴開けられないぞっていう思いっていうかね、それがあるから皆様のおかげかもしれない。では皆さん、お疲れ様でした。今日から6日間ですね、受注スタートしてますんでね、ぜひご検討いただけたらと思います。はい、けいこさんお疲れ様でした。足上げての腕立て伏せ、はい、片側の腕に重さをより感じますがフォームが悪いのかな。はい、どうしてもねアンバランスになってますんでね、片足上げてると片方の上半身の、ね、方に少しこう負荷が、逃げてしまうというか、5対5半々にならないっていうのはあると思うので大丈夫です。その代わりしっかりと体幹の動きでね、体幹のトレーニングとしてあれつなげてるので、腕立て伏せの刺激だけじゃなくてね、体幹トレーニングの一つとして入れてますんでね、そこを安定させる、傾きそうな体をなるべく安定させる時に働いているのがこの体幹ですね。このコアの筋肉を意識していただいて、なるべく中心を意識して動作を行うっていうね、そうすると上半身の腕立て伏せだけじゃないね、負荷もしっかり入りますんでね、間違ってるということではないです。ただなるべく中心を意識した動作を行ってみてください。より体幹にきますんでね。なので今日のテーマ、足腰と体幹の筋持久力を鍛えて疲れにくい体力レベルを上げるということですね。疲れにくい肉体を作るという今日ちょっとテーマにしてますんで、体幹トレーニングだと思って、はい、取り入れていただけたらと思います。ゆのさん、鼻呼吸しがちの鼻炎持ちだとエアコンの暖房で風邪ひくので、もう全然暖房つけてないです。おー素晴らしい。それでね体調をしっかりコントロールできているっていうのはすごいことですね。はい、みやこさん先生さすがです、ありがとうございます。全然ねでもさすがじゃないのよちゃんと調子悪い時もあるっていうね、ちゃんと調子悪くて皆さんにご心配おかけしながらですね、はい、でもやるっていうママさんお疲れ様でした。ご家族のインフルの時の緊張感すごかったですよねですね、家族全滅っていう時もありましたね。はい、娘から始まって次女から始まり、そしてお姉ちゃん、そしてうちの嫁にもね移って、みんなインフルっていう。はい、そうですね、ゆのさんもちょっとかかってた時ありましたね、インフルね。筋トレ習慣づいたら普段風邪ひきなくなった気がします。おお、それゆのさんね、やりすぎる部分もあるからね調子があんまり良くない時にね、やっぱり筋トレって一回体に少しダメージを与える行為なのでね、そのままこうズズズズと調子が悪い時にあんまり頑張りすぎると崩しやすいっていうのもありますからね、はい、元気な時って体動かしたくなるものですからね、今日の日のコンディションに合わせてね行っていただくと、まあ、そういうトレーニングいっぱいやってますんでね、ストレッチもやってますしね。
はい、あ、ゆるなさん間違えた、口呼吸だ、あ、なるほど、はい口呼吸だね、そう、あの喉やられがちですよね。はい、ありがとうございました、お疲れ様でした。では皆さん、次回、19日金曜日はストレッチです。19日今週の週末の、ストレッチはあのバー使わないね、自分の体一つで行えるストレッチになります。はい、寺森さんありがとうございます。今の風は長引く感じです。はい、先生も気をつけて、ありがとうございます。はい、昨日だからそう、あの受注ページとかをねやってたりとか、このライブ以外のことをやりだすと、はい、いろいろと凝り出しちゃってね、あの寝不足になるっていうか、その夜更かししちゃう、これが一番ダメですよね。もう絶対それだっていう、もう原因が分かってるんです。夜更かしなんです。皆さんも寝るって大事ですよね。寝る、しっかりと寝る、睡眠時間を取る、夜更かしが良くないんです。ただ僕もね、とりあえずあのここまで、はい、あの準備を終えましたんでね。で、あの皆さんそれぞれにそのね、今回 T シャツ1枚っていう方もいれば、あのスウェット2枚とかね、スウェットとパーカーとかっていう方もいらっしゃって、あのそうなるとね、あの送料とかが全然違うわけですよ。 T シャツ1枚だったらレターパックで送れるので、あの520円かな、全国一律で送れるんですけど、レターパックだとね、さすがにこのね、あのフード付きのパーカーとか入らないんで、厚みとかがね、なのでちょっとその送料がバラバラになるということで、一回皆さんから受注をねいただいたら、あの合計の金額にその送料の分を足してね、あの皆さんにまたご連絡をさせていただきますんで、で、あのそれでよろしければ、クレジットの決済か、または銀行振込の2つから選んでいただいて、決済完了の時点で、まあ、受注完了という形にさせていただきますんで、はい、まあ、あの受注フォームからね送って、そして僕からのご連絡をお待ちください。よろしくお願いします。はい、では皆さんも体調にお気をつけてね。タロマムさんもそうですね、病み上がりというか、まだ風邪引きの途中かな、はい、長引かしてる途中でしょうか。まあ無理なさらずはい、ゆうなさんありがとうございます。何枚も頼みたいからどうなるんだろう、はい、あの皆さんお財布事情もあると思いますんで、あのそこもご無理なさらずに、はい、よろしくお願いします。はい、お財布と相談だ、そうですね、はい、ちょっとね本当にあのアパレル関係、そしてその作るっていうね製造過程も結構上がってきてて、あのまあ頑張ったあの価格なんですけどね、僕の中でも。ただ安くはないので、皆さん気に入ったものを厳選して、はい、長く愛用していただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、エステ一回我慢して、アキラさんありがとうございます。よろしくお願いします。ではまた明後日、はい、お待ちしております。お疲れ様でした、本日もご参加ありがとうございます何我慢しよっかな あ、そうですね、息子ちゃんもね、あの今回アキロさん選んでいただくということで、S サイズありますかっていう風にね、前回かなチャットで書いていただいた方いらっしゃいましたけど、サイズ的には S からあります。 S、M、L、XL のね、こんな感じで、はい、まあ、皆さんの体型に全部合わせられるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。またあと他に何かあの聞きたいこと、ここわからないんですけど、さっきユノさんがね言っていただいたみたいに、裏地見せてくださいとかね、何か気になることあれば、あのメールでも YouTube の動画のコメント欄でもご相談ください。だいたい皆さんが聞きたいことっていうのはね、一人が聞きたいことってみんな聞きたがってることでもありますんでね、よろしくお願いします。はい、 S がどんなもんか、はい、サイズがね、 S のサイズ、僕もちょっと S サイズ持ってなくてね、はい、T
TA さんにお渡しさせていただいた M サイズ、はい、150センチぐらいの方が M を着た、サイズ感、そして、L サイズ160センチの女性が、ね、うちの嫁が、ね、着た、L サイズの着用感、はい、そのあたりからあのなんとなく、はい、あとはねあのチャートサイズチャートも用意してますのでね、はい、ではまた明後日お待ちしてます。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、チョコの祭典バレンタイン近いからそういうのがあるんでしょうか。ありがとうございました。お疲れ様です。では失礼します。